着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、そろそろユニクロさんで下げがちらほらと始まってると思うんですよ。あともう少ししたら全面的に値下げに入っていく中で、値段が下がった途端にぜひ狙った方がいいよっていうものをご紹介したいなっていうふうに思っています。皆さん今ね、着るもの結構悩みますよね。ちょっと寒くなったり、めちゃくちゃ暑くなったり、なかなかちょっと気温がね安定しないんだけれども、もう間もなく夏本番にね突入していきそうな気配なので、どんなものをご購入いただけるのかチェックいきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、というわけでこちらの、ウーマンの方ですね、肌触りさらりシアーでニュアンスっていうのも値下がりしちゃってますけれど、まあ、5月18日までなのでこれは置いといて、まずね、私が絶対狙ってほしいというところではアウターです。これロングジレセットアップ可能ってやつです。今までジレを購入されたことがないとか、ちょっと着てみたいけど似合うのかなっていうふうに思ってらっしゃる方、値下げしてますので、これを機会にグレーとそれからブラックとこのクリーム、この三色展開のジレをトライしてみるのいいんじゃないかなと思います。こんな感じでね、お召しいただいても結構長いことお召しいただけると思います。例えば夏だったら半袖の T シャツを合わせるっていうことだって素敵だしね、トップスとボトムスを同じ色にしてちょっとアイシルエット、アイラインを作ってみるっていうのもありだし、このようにブラックでね、少しこういうダメージというか薄色のデニムなんかと合わせることによってちょっときれいめになってみたりとかね、または黒いジレだと重すぎないでちょっとこう着痩せな感じっていうものもできたりするし、このように夏だとクリームでね、まあ、中に入れるものを白 T にするとちょっと微妙になってきますけれども、うまく色を合わせて、全部売れちゃってるのね、そっかそっか、まあ、なのでグレーと黒で勧められたらいいんじゃないかなと思います。グレーなんかもね、もしお似合いになるんだったらこんなニュアンスカラーで素敵だと思います。合わせる色をね、薄手のピンク合わせられたりとか、ネイビーとか合わせてみるのも綺麗だと思うし、このように白と合わせるのも素敵だと思います。はい、とにかく今までジレー嫌いというかジレー食わず嫌いみたいな方がいらっしゃったら、ちょっと試されるのもいいんじゃないかなって思います。はい、そしてカーディガンですね。カーディガンの中でメッシュのタイプがね今結構出てるんですけれど、メッシュショートカーディガン、これがねまだ下がってないんですね。まあ新作っていうところがあるので2990円、まあ、金額的にもお安いので結構ギリギリまで下がらない可能性がありますが、色の展開が5色で、特にねこのオフホワイトだったりとか、それから黒ももちろんそうだし、ブルーもまあ白に合わせたりとか、この赤なんかも結構綺麗なんじゃないかなと。私がおすすめしたいのはこの3つですね。オフホワイト、黒、それからオレンジ。オレンジになるんですね。この3つはね、なかなかいいんじゃないかなと。これ悪くはないですよ。全色別に悪くはないんですけれども、基本的にね、全部ね、高見えです。ユニクロさんは毎年ちょっとメッシュのカーディガン出しますけれども、こういうショートだけどね、今年のタイプもなかなか可愛いと思います。何って色が5展開になってて、もちろんねその4シーズンそれぞれにお似合いになりやすい方とかっていらっしゃるんだけれども、まあ、とにかくメッシュでこうやって肌が見えるっていうところがあるので、あんまり色に左右されないで、ね、お好きな色をお召しいただいて、ご自身の肌が見える状態にしたりとか、中にお召しの T シャツを透けて見せたりとかっていうのは逆に素敵なんじゃないかな。もちろんこうやって同系色できるのも素敵なんだけれども、これも同系色です。あえて、中の色を透かしてご自身により似合いやすい方向に振っていくっていう着方も素敵だし、とにかくこの素材感、この雰囲気はね、なかなか高見えだと思います。これはおすすめしたい。すぐにでもまあ簡単に2990円だからね、1290円ぐらいにすぐなるんだろうかなと思いますけれども、いつになるか分かりませんが、もし機会があったらぜひともトライしたらよろしいかなと思います。それからね、前回私バッグのこともお話ししてて、このレザータッチワンハンドルバッグをおすすめしてるんですけれども、茶と黒がありますが、これもなかなかおすすめです。もしバッグはもう別にそんなに欲しくないんだけど、でもセールになったら買っちゃうかなっていうような場合は、もうちょっとお待ちいただいて、これが値下げになった途端に購入されるのはいいんじゃないかなっていうふうに思います。透けてるからといって、このライトクリニックカーディガンはちょっとまあ値段もすでに下がっちゃってますけれどね、5月18日までの限定ですが、これはね意外とそんなに高見えではないですね。
ね。あとはこれね、まあ、1000円なのでそんなに簡単には下がらないと思いますが、790円ぐらいまで下がるんじゃないかしら。リブボートネック、これなかなか素敵ですので、例えばこうやってね、上下別々にお召しいただくのもいいけれども、下に黒いスカートをお召しいただいて、ちょっとワンピース風に、そのマミさんのニットのワンピースなんか、リブニットのワンピースはお腹がぽっこり見えてる、お尻がぽっこり見て嫌だななんて思いになってらっしゃる方ももしいらっしゃったら、下はね違うスカートでこう体型的に綺麗に見えるようなレザースカートみたいな履いていただいて、トップスにこれをお召しいただくことによって、ワンピースのような雰囲気でお召しいただけるし、すごくいいんじゃないかなと思います。それがこの形がねめちゃくちゃいいので、まあ、値段下がらなくてもこれはちょっと1000円台であればなかなか高みなんじゃないかなというふうに思います。シアクルネックティーが多分もう少ししたら安くなるんじゃないかなっていう、もうすぐにですけどね、1990円なら1290円くらいは安くなるでしょうから、今回購入してなかったっていう方はぜひ秋に向けて購入されるとよろしいかと思います。このリブボーダーハイネックティーなんかもなかなかいいですよね。多分これ元々がこれ1500円だけれども、もうちょっと下がるんじゃないかなと思います。パンツの前にね、さっきそのスカートの話したじゃないですか。どんな黒いスカートをっていうのが、私が前におすすめしてたんだけれど、こういうね、まあ、シフォンプリーツスカートなんかもいいんだけど、黒がないのね、ブルーなのね。結構コトニエさんがだいぶ値段下げてますね。なかなか売りづらいのかな、金額が高いからなのかもしれませんけれど、スカートが意外とないんですね。私が前に購入したイネスの黒のスカートが購入したんですけど、あれにさっきのね、リブボートネックスリーブティーにイネスさんのリネンのギャザースカートを購入された方がいたら、ワンピースとお召しになるとそれはそれで素敵だと思います。パンツなんですけれども、タクワイドパンツ2990円、これ前のやつですね。またタクワイドパンツが新しいバージョンも出てきたので、それはねそれで、まあ、4990円で販売されてますけれども、この下がってる時にねトライされたことない方はお試しになってもいいんじゃないかなと思います。それからね、リネンブレンドタックワイドパンツももし金額が下がるんだったらトライされてみてもいいと思います。それからローライズバギージーンズはこれが結構おしゃれに見えるので、履いただけでおしゃれな印象になるのでこれもおすすめです。それからイージーカーゴパンツがなかなかおしゃれになってきているので、今まではちょっと躊躇して、これちょっと難しいっていうふうに思ってた方多いと思うんですけれども、だいぶみんな市民権を得てきたような感じになりますので、このあたりがねちょっと下がったらトライされても素敵だと思います。特に秋口に向けてね、スニーカーのちょっとハイカットのものと合わせたりとか、ブーツと合わせるっていうことができるので、意外とねもうようやく皆さん履き慣れてきた頃だと思いますので、イージーカーゴパンツが下がったらおすすめしたいと思います。まあこれ前からおすすめしてますけど、ウルトラストレッチエアリズムジョガーパンツですよね、はい、これもなかなかいいと思います。はい、丈長めってこのようにね、ジャケットと合わされて、今この色だから見た目が雰囲気わからないかもしれないけれど、ネイビーで、はい、これで例えば白いジャケットなんかお召しいただいたりとかしたら、基本的にビジネスでもお召しいただけたり、白じゃなくてもちろん紺のジャケットでもいいし、ビジネス仕様になりやすいです。そして感動パンツなんだけど、白の感動パンツは綺麗でした。でこんな感じ素敵ですよね。素材感も悪く見えないんですけれども、濃い色になるとちょっと安そうに見えるので、お気をつけになった方がよろしいかと思います。とにかく形が綺麗ですよね。そして、形が綺麗なのと、プラス先ほどお伝えした、白っぽい、もしくはねベージュなり明るい色でお召しになるんだったら素敵ですね。なのでこれもちょっと下がったらトライされていいと思います。はい、そして、ワンピースですね。このあたりがもうほとんどね、商品が店舗上にないですね。特に、この私購入してたこのオフホワイトがもうほぼほぼないです。このイエローもないですね。グレー、それからブラック、ネイビー。このあたりが少し残っていました。まあ、濃い色でずらりと見せる場合には、濃いめの色をお召しになるのもいいと思います。あとね、このね、スラブコットワンピースはまだ4990円ですが、これが下がったらぜひ購入した方がいいと思います。さらりとしてるし、形が綺麗だし、もちろんね、二の腕が気になるっていう方は、
カーディガン何羽織って、先ほどもねメッシュのカーディガンももちろんいいし羽織っていただくのもいいんですが、これはねなかなか重宝すると思います。ボタンが全部開いてないっていうのがちょっと頭に傷ではありますけれども、それはそれでとにかくとてもキュートな可愛らしいデザインなのでおすすめです。まあ、このねギンガムチェックがお好きっていう方はこちらの方もよろしいと思います。それからね 3D のニットワンピースもね、これも下がったらお試しになったらよろしいと思います。すごく綺麗なのは私も着てて自分ですごく綺麗だなって、意外と重さも多少あるからお腹の周りっていうのも意外と外に出ない感じでしたよね。体の線を拾わないっていうようなタイプでした。これはねまた写真がいいんでしょうけれど、 17,900円のこのリネンワンピース七分袖のこれが可愛いですね。なんかちょっとパンツに合わせて履いても素敵だなぁと思って、全然関係ないと飛んでいきました。はい、あとはねなんかね今この UV カットシャツワンピースがすごく SNS でいいですよなんていう話が出てました。1990円、多分これ5月18日までなのかな、特に書いてないから、売ってると思いますが、白なんかで合わせられて UV カットで召しいただくっていうのもありですね。素敵だと思います。これは全部前が開いてるのでここみたいな感じでお召しいただくのもありだと思います。それからこれ値下げになってますね、コットンフレー V ネックワンピースイネスさんのやつなんですけれども、このあたりも今ね3990円まで1000円下がってますので、トライされたらいいんじゃないかなと思います。いつだったかね、オンラインサロンのメンバーさんがこのコート似合わないと思うんですけどちょっと着てきたので見てくださいなんていうふうにご相談を受けて、あこれ着方としては中にこういうワンピース着るといいよなんてお伝えしたと思います。いろいろとね重ね着したりとか、もちろん上にね着たりとかっていうようなこともできるし、中にタートルネックを着るっていうこともできるし、前が全部開いてるので中に薄手のスカートを召しになるっていうのも、で前を開けてねスカートだけ二重にするっていうような着こなし方も可愛いと思います。コットンブレンドニットワンピース、これも綺麗ですね。コットンブレンドニットだからちょっと体の線広いかな。リネンブレンドサロペットも今結構人気みたいですけどね、肩の紐がしっかりしてるからこうずり落ちてこないっていうような感じもあると思います。まあこんなわけでね、リネンブレンドラペルワンピースももうすでに下がっちゃってるんですね。はい、スラブコットンワンピース、まず私がこれ一押しです。スラブコットンワンピースが下がったらぜひ購入されていただけたらと思います。そして、先ほどからお伝えしているこちらのウルトラストレッチアリズムジョガーパン、それからレザータッチワンハンドルバッグ、そして一押しがメッシュショートカーディガン、そしてこの時期に初ジレっていう方がもしいらしたらロングジレのクリームがもう売り切れみたいですけれども、黒やグレーあたりも素敵にお召しになったら年中ね3シーズンお召しいただけると思いますので、ちょっとねかしこまった席なんかの時にもお召しいただけるのでおすすめです。それからもしある程度ご身長がある方はローライズバギージーンズの濃い色がかっこいいよっていう話をしましたので、ぜひお試しになっていただけたらと思います。ハンドパンツの白もしくはベージュもいいよという話をしました。はい、というわけでいつぐらいからこの新しい商品がセールになるかっていうのはちょっとチェックさせていただこうと思います。そういえばね、もうマメさんの旅ストッキングが出てるっていう話をねコメントでいただきましたので、私も早速ちょっと購入しに行こうかなって思います。はい、ちょっとこの暑くなる時にねストッキングが出るのはちょっとどうもいけないなと思いながら、はい、ちょっとねこの秋冬にうまく使いたいなと思ってますので、ぜひ皆さんこの店頭の値下げのチェックとともに新しい商品もチェックされてはいかがでしょうか。はい、というわけで試着室はマジックフォークス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。